下取りに落ちるとずっとそうなんだ。ひょり、俺、シン、俺は大人になったぞ。ね、成功のとこ抜け出すぞ。シャー、ひょうくん、いいな。ひょうくんでしたら、シンも一緒に。シン、わしが連れて行くのはひょう。ちんちん、言ってくれ。言ってくれ。待っててくれ、俺は。お前のせいでしょ。どうしても生かしてないからね。お前は死んの。今日はお前の身代わりで死んだ。お前の前には二つある。奴隷の生活を悪弱に見るか、修羅の道を行くか。俺は先輩の道だ。王に背負われるレベルが聞いた方が。俺は今お前の力もない。だが目指す道は虚しいお前ごとではない。必ず登り切りたい。お前を中華の唯一王にしてやる。ついてだから逃げんじゃねえ。ヒョウはよくお前のことを話してくれた。その時のヒョウが一番楽しそうだった。夢を見てんじゃねえよ、ガキ。夢を見て何があるの。夢があるから。知らない夢だ。でもな、一つだけ方法がある。剣。俺たちが目指すのは天下の大将。